すげえ。<laughs> こんなだったの はは、はいさんんこにちとです。本日無先週ねルディがあの第7王子パックスにね捕まってしまいました、まあ、ロクシ人の恋人だったりねその外部に情報を漏らさなかったりといろいろね勘違いしたりポンコツな部分あるんですけども果たして一体今週どうなるのかね、えー、多分ルイジェルドとかエリスが、まあ、王宮に行って帰ってこないっていうところで心配してね駆けつけてくれる展開になるかと思うんですけども、まあ、そうなった場合この王宮でねかなりドタバタした展開が来るんじゃないでしょうか1回のパ ックスね、えー、かなりムカつくやつなんでちょっと痛い目見てほしいなと思うんですがそこら辺のお話プラスね、えー、リーリアとアイシャ、まあ、こことのねちゃんとした家族としての再会、えー、これもね、えー、一つ楽しみにしながら見ていきたいと思います、えー、というわけで皆さんも録画したものもしくはビデオのもんだ使って一緒にお楽しみください簡単なご案内さました本編スタートですよろしく頼むぞ 始まったね。さあ、どうなるかな、今週。んえあっ、あれか。みんなが飛ばされる前のお話か、これ。うん。あ、てか、飛ばされるとこやるってこと今から。いや、ねあと、ゼニスは今、どこにいるんだろうね。いや、これ、広がってくるでしょ。んなんだろうリーリーあ、えリーダー,あえリー,ダー ああ、何なんかやばいものだっていうのは感じ取ったのかな誰も反応してなかったのにね。んああ、えなになに飛ばされた先が水の中だったのやば。えもうマジどこに飛ばされるかわかんないんだね。本当にランダムで。これ、海のさ、本当深海とかに飛ばされたら終わってたの、ね あこうやってってかシーロンに来ちゃったわけねこの2人は。いやけどリーディアとしてはアイシャがねそばにいてよかったよね自分の娘が。うん訳が分かんないだろうなな,なんかやばいものだってあの光は分かったけど。 あれがやっぱこんな飛ばされるものだとは思ってもいなかったんだね。パックスいたな、今。ああそれで、ロキシーを頼ったんだ。リーリアさん。でか、その結果こうなったんだね。でもすでにロキシーがいなくて、うーん、パックスは、そのロキシーをもう一回自分の手元に置きたくて、 で、ここに捕まえたと。で、捕まえてれば来るだろうっていうバカな判断をしちゃったわけね。その外に情報を出さず。さあ、あ始まってるんだ、これ。らどこあー、ルディの。てか、今のさ、G じゃねこの世界にもいるんだね。で、この、魔法陣どうにもならないのかな。こんな横になってるとこ。いやそして この会話さ前もあの森の牢屋入れられてた時もこんなじゃなかったうんこれ厄介うんセキュリティというかそうだね 2>, 2回目うんだからお部屋案内みたいなそれだよね いや、時間経てば来るでしょう。う帰ってこないなーで。ああパックスか。来たか、また。んなんか持ってんね。で、パックスじゃないか。痩せてんな。誰そして何持ってんのあれ。後ろに。怖い、怖い。え第三王子第三王子が。 なんでこんな、ルーディに。そして、その、後ろの何をうーん、それね、えー。えあ、手に入れたああ、あーあ、なんか持ってたやつのことか。いや、てかこれをわざわざ、なんでこの人が。うん。あ、自分で作ったとはやっぱ言わないか。 この状況だだとえなんだこの反応この反応なんかおかしくねなんかフィギュア好きなんじゃない <laughs> 違う <laughs> それともあれが欲しいのかな今のなんかちょっと可愛いんだけど第三王子さんでこれは何なのさっきのと別なんだんいやこれ あれじゃないロシー人形、前にさ、うん、あの、パックスがペロペロしてたやつじゃないのなんであなたが持ってんのあ、やっぱそうだ。うん。あらラらラ,ラ,ラ,ラってやってたやってつでしょあーで、あれだ。ルディもね、ロキシー出てったのを知らないからな。 いやいや何何うん。うん。躍 <laughs> 動感がある <laughs>。いやだからこんな技術はこの世界にないんだろうね。まあ技術はあるとしてもこんな人形にね使う人はいないんでしょう。だからそこにすごい注目するような性的思考というかそういうのを持ってて。 これに今めちゃくちゃ燃えちゃってんだろうな。だからもう、こっちの世界っていうか、うちらのあれじゃん、フィギュアが好きな人のを見る視点だよね。<laughs> おえマジでもうすげえあご身体が。うーん。えけどさっきのどういうことうん、おかしいよね。 なんだ。うん。え。何。え。すげ。<laughs> こんなだったの。<laughs> もうオタクなんだね。この人は第三王子は。うん。嬉しい。あ、分かってくれる人がいてってこと。 自分のやってきたものを <laughs>。これ仲良くなっちゃうんじゃない、この二人。ほくろ。うん。うん、ロキシーの本当はあったんだろうね。それを削っちゃったんだ。あ、怒る?。もしかして。手の位置を見てください。 んえ何がどういうことどういうこといやなんでこっちはこっちでなんかなな何が起きたんだよわかんない置いてきぼりうーんああ何いやなるほどね <laughs> あそれでこんな震えてるのね第三王子は。 <laughs> 反応がいちいちマジで何なのこの人なんでこんな展開が起きてんの脱出させてくれんのかなあーそうだよねその話したらそうなるわなほくろのうーん師 <laughs> 匠ええー なになになにそうか。壁があるからね。<laughs> いや、むしろなんだお前はって感じだけども。ここの王子は6なのいないね。第七にしても。もう他のあれも見てみたいんだけども。夏コミのな満員電車みたいだよね。<laughs> いや、心の叫び。<laughs> で、これはどこよ急に静かになったけど。 え何んーああルイジェルドああえみんないるんなんだなんだ飼い主ああえあれかそっか愛社にね気聞かせて今。 ルディっって言わなかかたのかいやここはよく分かんないんだけど何なのう,うんうけどルイジールと怒ってんじゃんあ家族白攻めあだから前回その神社もなんかそんなこと言われてたもんね あそれでみんないいように使われてるんだうんうんいやマジでろくでもないやつだなバックスあいつ <laughs> うんまあ立場も上だろうしねいやどうすんの どこに捉えられてんの？分かってんのかそれ？いやー、これ本当白攻めになるね。え？なんで？ああ、そういうことか。<laughs> もうこんなこと言われたら、うん、そうだね。 いやーもう <laughs>、エリス、こう <laughs>。まあ、ルイジールド一人で十分でしょう。うん。ああ、ええー。<laughs> <laughs> さあ、来ました。うん、ルディか、また。<laughs> いやーまだ、第三王子何してんのああ、この、あれか、魔法人。うん。え ハイカいないのえへへいや、てかさ、よく考えたらよく、あれだね、パックス、ロキシー人形交換したね、ハイカなんかと。なんかすげえ大事にしてそうなのに。いや、学習しない <laughs>。いや、もうマジ、強力キャラが。うーん、弟子。 弟子ってどうなるのまさか一緒に旅するとかそんなことないよね。えでどこ行ったのうん。えなんとかできるのあ立場的にやっぱ第7に対して第3だからなんとでもなるのかこの状況実はいやわからないどうなんだろう。 何考えて出てったんだろうねうんこんな時に何何また何か起きたもんある人がバレた時にうんミコまた何新しい女キャラうんうんお 誰だお前かよファックスファックスのおっぱいなんか見たくねえわえ弟の首をやば今のあれかえそういうことああそういうことだだから ザノバさんがこの武器、うん、そうだよね、向けられてるし、巫女なんだ。いや、しかもあの感じなら、パックス、いうこと聞くんじゃないいや、ザノバ思いのほか有,用有能だったな。うん。すごいいや、あれ多分相当痛いよ。 落ちに、落ちずに頭がさ、うわ、もう、もう、もう、うん。やってくれるこれ、多分いや、だから、外に情報を漏らして広めないって意味ないんだよ、それ。まだ当面、もし今からやっても、ああもう、うん、そうね。 いやーもう今頃あれか別のとこでやってんのかうーんそうとっても優しいスペルド族ねこれでまたスペルド族のお名もね話せるんだろうねさあ神社あっ剣下ろしたねいやーだからこれでいよいよ出れるんじゃないルーディ元よりう,ーんうんうん ああ、じゃああれかなロクシー人形と交換されたのはこの人なのかなだとしたらちょっと納得できるかも。いや、女の人だったから、このパックスもじゃあいいかなとか思ったのかもね。いや、てかこれ大丈夫ええー、すごいね。いや、けどここで殺しちゃったらまずいだろう。うパックスは。 止めるかルディーがあっ気を失っちゃったようん <laughs> 起きたああそういうことかああ諦めたのねうんえっやばっ <laughs> ザノバさんあんた じゃあ、よっぽどあれだね、ロキシー人形とか持ってた時、すっごい力入れずに繊細に扱ってたんだろうな。ねえ、こんな形になるなんて。うん。でここら辺まで一連読んでの、人紙はあれなんだろうな。手紙出してとかいろいろ言ってたんだろうね。あ、ルジェルド。ああ、 ね、リーリアーちょっとなんか喋んないかなルディとうーんいやーここよかったねいや早くちょっとパウロにも知らせたいけどあとはゼニスだなどこで何してんのかいや生きててくれよ うーん。<laughs> いや、あそこ、ちょっと、ねえ。あ、行った行った行ったわ、愛者の。いや、ここ、久々の、あははは、こいつ。いやいや、マジで力強いね。やばくないうえ <laughs> やりすぎ。 ー神社さんね、チーマ術できるんだ。<laughs> いや、波紋も何も、大孫恩寺、どうなのこのあと。うん、うん。いや、ちょっと待って、ルディのあれは、愛者、なんかこれもう別れそうじゃない馬とか出てきて。そんなことない <laughs> なんだよえへへ、来た <laughs> ご神体。うん。けど、これのせいでお兄ちゃん変態認定されちゃったんだけどね。あうん。え何 いやいやそう、シルフィーもそうだ。今、どうしてんのかね。リーダーさん。いやうん。いや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 。<laughs> <laughs> うん。うん、そうねー。 中身おっさんだからただのエロい <laughs> そう言ってくれるんだね昔はルディのことをさちょっとあれだったのにうんアイシャはただただ変態だって言ってたよお兄ちゃんのことうんそれはあのパンツのせいなんだけどね うん。あれなんで引っ込んだのああ、だからそうか。そこの関係性を表立、ね、立たせないためなんだね。お兄ちゃんとしての。ええ愛車ああ、え、来るのいや、<laughs> <laughs> いやいやちょっと待ってどうすんのこれ育つ <laughs> いやいやまあ確かにリーリアのことを考えたら将来有望なんだろうけども <laughs> ちょホホ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 も一緒に旅してくれたらな んあえうんうんうんいやー持っててねってことかうーん。 急にお話の展開 <laughs> さっきまでのあの流れから <laughs> いい感じになっちゃって <laughs> いやもうめっちゃ可愛いんだけど <laughs> アイシャねえノルンも可愛かったけどアイシャ可愛いね <laughs> じゃリーダーはこれを聞いてて何思うんだろうああやっぱそうだよねこれでで2人はどこに向かうんだこうなるとうんあれこれ帰るのかな <laughs> いやいやいやあええ もう全部わかってたんだ。愛者、お前。やっぱ賢いわ、この子。それでいてのあれだったんだね、一緒に来たいっていう。うん。<laughs> いや、もう。愛者。 ああ、これでまた出てこなくなっちゃうのか、ノルンに引き続き。いや、ちょっと待って。妹は二人ともそばに置いといてくれ。後日だもん。うん。留学 <laughs> てか、ザノバもなんだね。パックスはわかるけどさ。いや、じゃあこれでまたこのザノバと再会するみたいな展開も、 そのうち出てくんのかなこんだけ慕ってるし、ルディのこと。ちょっとそういう展開も見たいけどね。で、よかったね。アイシャとリーリャはまず解放されて、そこは何よりでした。で、アイシャは本当に、あの子さ、もう、あの、ご身体とかのいろいろあったけども、 まあ今回の件でずっと一緒にいて、やっぱ一緒に旅したいな、みたいなふうに思ってくれたんだね。少しは印象も変わったんだろうな。いや、けど、離れ離れか、まあ、エリスを送り届けるみたいなね、そっちのあれもあるしな。だから、あとはこれで、シルフィーと、 やっぱゼニスだよね。そうなってくると。二人の安否がなぁ。まあ、ギリエネさんももちろんそうなんだけどもさどうなってんだろうね。え誰一人欠けることないといいんだけど、ちょっと怖いんだよね。なんかそういうこともやってきそうな気するんだよなこのアニメ。 はいというわけでね今回無職転生見させていただいたんですけども、えー、皆さんの今週エピソードに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。以上動画もとつごお送りしましまたババイバイ